グラハムズ氏は、アメリカ合衆国、フロリダ州、ロングウッド出身のプロサッカー選手。サッカーアメリカ合衆国代表、スポルティングカンザスシティ所属。ポジションは MF。メリーランド大学カレッジバーク校で、犯罪学の学位を取得した。大学のサッカー部でプレーする傍ら、オーランドシティ SC のリザーブチームでもプレーした。2009年の MLS スーパードラフトで、 二巡目にカンザスシティウィザーズに指名された。2009年3月21日、トロント FC 戦でプロデビュー。2011年シーズンから主力に定着し、イースタンカンファレンスでのチームの躍進に貢献した。2012年2月、新たに4年契約を結んだ。2012-13シーズン中、プレミアリーグのウェストハムユナイテッド FC のトライアルに参加したが、 正式契約には至らなかった。2012年1月21日、フレンドーマッチのベネズエラ戦でスタメン出場し、代表デビュー。1月15日のパナマ戦で代表初ゴール。2013年2月6日の 2014FIFA フフワールドカップ北中米カリブ海予選、ホンジュラス戦で公式戦初出場。2013年10月15日、 ワールドカップ予選のパナマ戦でチーム2点目となる同点ゴールを挙げた。その後、アロン・ヨーハンソンが逆転ゴールを挙げ3から2で勝利した。アメリカ代表はすでに出場権を確保していたが、この試合の結果によりメキシコ代表がパナマ代表を逆転して大陸間プレイオフ出場権を獲得したため、メキシコ代表のサポーターたちから製図師と呼ばれた。 2014FIFA ワールドカップでは、ガーナ戦とポルトガル戦の2試合に出場。それぞれの試合で1アシストを記録した。メリーランド大学カンザスシティアメリカ合衆国代表。ありがとうございます。